はじめまして、ババアですが、よろしくお願いいたします。別にババアでも構わんよ。うん。相談自体初めてで、伝え方がわかりづらかったりするかと、思いますが、よろしくお願いいたします。はいはい。ご相談したい内容は、姉の性格、言動、考え方についてです。縁を切った方がいいですね。結論早いね。長年にわたり困っていますと、プーさんの相談動画を見て、拝見していて、プーさんなら何かいいアドバイスをいただけるのではないかと思い、今回に至りましたと、姉について自分軸でしか物事を考えること、自分軸でしか物事を考えることができないと、またそれを、姉の家族に押し付けると、自分のしていることを客観視できないと、私、過去妹や両親のアドバイスや助言、注意を全く聞かない。最後はいつも開き直ってしまい平行線のまま。洗脳されやすくセミナー講師などの先生がおっしゃることは信じよく聞く。あ、もうセミナーとか言ってんの？自分の感情コントロールができないと自覚している割に直せない。自分の娘、夫に八つ当たりしている自覚があるのに直せないと。自分がいいと思うことは人の迷惑を考えずに進めたりすると、一般的に考えて思っても言ってはいけないようなことを平気で発言してしまうなどと、以上のことが原因で家族や職場の人がとても嫌な思いをすることが大変多く、本人も何かしら直したいと思ってはいるようなのですが、家族からの注意助言は一切受け入れてくれないため、かれこれ20年以上は状況が変わりませんと、姉が結婚したら点々点、年を取ったら治るかなと思ってきましたが、結婚後は姉の家族にまで、被害が及んでいますと、何か良き案などありましたらアドバイスくださいますと大変助かります。よろしくお願いいたします。長文失礼いたしましたっていうことなんですけど、ちなみにお姉さんはいくつ何歳で、お姉さんのお子さんは何歳何歳なんですか。姉46、娘7きついな。っていうか、もし通話できたら通話の方が楽そうなんだけど。通話できます？もしできたらでいいっすよ。あ、通話できます。あ、ちょっと待ってくださいね。どうじょう。はい。もしもし。あ、もちもち。こんばんは。あ、どうもこんばんは。よろしくお願いします。申し訳ありません。よろしくお願いします。はい。まずじゃあ、お姉さんのご主人は、なんか、はい、あなたに何か言ってきてるんですか？基本は言ってこないんですけれども、はい。いつも例えば、実家に来るときとか、私に会いに来るときって、うん、必ず姉がついてきちゃうので、はいはい。こう、愚痴をこぼせない状況ですね、こう。で、たまに、本人、旦那さん本人と二人きりで会えるときに、はい、大丈夫って言うと、辛いですっていう感じでは喋ってます。でも正直、そこってもう完全にその家庭の問題なんで。そうですよね。だからあなたが介入する必要のない場所ではないかなと僕はまず思うんですけどね。そう思います。結局、私の両親も、はい。最終的には、こう、夫婦、うん。そこの姉の家族が良くて、そうしてる。からもう諦めようって最後そうなるんですよ。はいはいはい。なるんですけれども、うん、結局私とかその結局両親に対してのこう嫌なことっていうのはやっぱり終わらないので、うん、あと職場一緒なんですか？職場は別ですけれども、うん、結局そういった性格なので、はい、まあ、嫌がらせってわけじゃないんですけども、はぶられたりとかするのを、はいはいはい、結局愚痴を聞いてほしくて私のところにまた来たりとかって。だからそれ拒否すればいいんじゃないですか。もうご家族で拒否ですか？うん、なかなかちょっとそこまで心を鬼にすることができなくて。はい。だとするともうそれをだって聞くしかないじゃないですか。だからもうどっちかっすよ。聞きます。だからどっちかっす。聞いて、うん、はい。アドバイスとか、アドバイスってわけじゃないんですけれども、うん、その時思ったこととかは伝えるんですけれども。はあ。だから、はい、多分もう、多分アドバイスもする必要なくて、だってしたところで多分聞かないっすよね。はい、そうなんですよ。そうなんですよ。そうですよね。そうなんですよ。うん、
そうなんです。だからそうなってくると、正直その人に何を言っても、はい、まあだからその、まあ切れないっていうところでの、うん、いやまあでも、なんかおっしゃってることすごく、分かってて、まあ、はいはいはい、結論そこに達するんですよね。もう関わらないようにするとか、うん、そうそうそう。夫婦の問題だからって切り離すっていうところはあるんですけれども、うん、やっぱりちょっとだんだんとこう、私、姉妹2人だけなので、うん、今後やっぱり関わ、どうしてもこう切れない部分が、親の面倒だとか、そういったこととかで、出てくるのかなと思ったり、うん、付き合い長く、その人がこう、姉が悪いところばかりだけではないので、うん、いいところもあるので、うん、でも正直、親の面倒っつって言っても、はい、多分その人絶対やんないですよね、多分。あ、そうですね。うん、って言ってますね、はい。ね。うん。だからそうするともう、変な話、はい、もう、諦めるか、切るかぐらいしかないと思うんですけどね。諦めて、だから要は関係を続けるか、はい、切るかっていう話しかないと思うんですけど。なんか、ここからは多分私自分自身の問題になるんだと思うんですけれども、はい、なんかどうしてもこう、ちょっとその、もう長年にわたってこう、そういうふうなこう、例えば私に対してもこう嫌なことってこう起こってくるもので、はいはい、でちょっと結局ストレスってわけじゃないんですけれども、はい、私もちょっと持病と精神科の方のちょっと持病を途中から発症してて、うんうん、はい、やっぱりそういうのに結構影響が出てくるところがあって、はい、なんていうんでしょうね、全然関係のない人なんですけれども、はい、どうしてもなんかもうどうしたらいいのかなって考えちゃって、はい、自分自身が病んでしまう時があるんですよね。ちなみにご自身はお子さんいらっしゃるですか？はい、あ、はい、います。何歳なんですか？娘が。あ、何歳ですか？本当ですね。19でもう就職してます。ああ、ちなみに家にはいるですか？あ、家 いないです。あ、じゃあ一人立ちしてて。はい、そうですね。はい、で、まあじゃあご主人と二人きりってことですか、今。そうですね、はい、でご主人とはうまくいってる？あ、はい、はい、普通です。普通普通に、はい、はい、だとすると、多分自分の私生活に歪みが出るってなると、多分あんまり得策ではないと思うんですよね、そいつと関わるのが。そうですね、その余計自分の子供が手が離れてしまったので、結局その姉が関わってくる部分、介入してくる部分が結構こう姉の子供のこう、なんかこう遊んで、一緒にあげ遊んであげてちょうだいとか、そういったこう介入のこう頻度が上がってきたもので、そのたびにちょっとこう嫌な思いすることが結構増えてしまったんですよね、やっぱり最近。で、別に会うたびに嫌な思いするわけではないんですけれども、どうやって自分の中で付き合って、こう割り切って、自分の中でのこれは問題で、どう考えてたらいいのかなとかって思っているところが最終的な悩みの終着点なんですけれども。いや、俺多分関わり立った方がいいと思うんですけどね、シンプルに。そうですか。うん、そこまで心鬼にできないで、だからまあ少しずつフェードアウトしていくでもいいし、だからそれこそ、だからいきなりカットアウトするんじゃなくて、フェードアウトっていう形で、なんか、こう、少しずつ距離を開けていく。だから、ちょっと今日ごめんっていうのを、何回かに1回っていうのを、じゃあ今まで最初は、じゃあ5回に1回を4回に1回にして、3回に1回にして、2回に1回にしてっていう、頻度で距離取っていくしかないんじゃないですかね。うん、で、変に、そっちの、なんか、旦那の方、はい、姉の方の旦那にも、なんか変になんか、気を使いに行く必要はないかなっていう。ああ、全然、ほとんど関わること、ほとんど。ああ、まあ、そうなんだ。はい。旦那さんと二人で会うことってないので。はいはいはい。はい。まあ、そこの心配はないんですけれども。はい。だからもう、そこはね、距離取っていかないと、逆にそれを、変な話、その、お姉さんのためにもある意味ならないんですよね。要はだから、まあ最悪ね、職場の人や何やかんや周りの人と
関係なくなっても、まあ私には話聞いてくれる妹おるしっていうところで、最終的な拠り所があるんですよ。はい。だから結局、いつまで経ってもそれを直さない。で、自分に問題があることも気づけない。はい。で、結局そうやってなんか、多分それって今に始まったことじゃないですよね。そうですね、はい。もうガキの頃からですよね、多分。おそらくそうですね。そうっすよね。で、結局だから、はい、あの、姉と妹の立場逆転して、だから要は結局妹のあなたが、あの、姉の面倒をずっと見続けてるせいで、はい、結局まあ最終的にここに頼りゃ、まあなんとかなるかっていう思いがあるんで、なので最終的にそこを着地するっていうだけの話なんで、だからそこを切っていけば、はい、もう自分で結局生活なんとかするしかないじゃないですか。あ姉自身はね。そう切り離す勇気をください。てかだからまあそうっすね。だから別にその いきなりじゃなくていいんですよ。いきなりじゃなくていいから、さっき言ったみたいに少しずつ頻度を減らしていくっていうところで、はい、でその都度あの一応ちゃんとはっきりと明言する、あのもうめんどくさいからっていうところを、あの毎回毎回でこっちね、あんたの世話焼いてるにもかかわらずこっちにも嫌なこと言ってきてっていうところで、あの、はい、そんな人の相手をするつもりがないっていうことを毎回明確に意思表示する、うん、っていうところですかね。で結局それやらないとマジで そいつにせっかくあなたの人生ここまでやってきてる人生潰されるっすよ、このままいったら。あのなんかあの、うん、今私がこの子供、はい、娘一人こう育たせるまでにあたって、うん、結構あの家族に協力してもらった部分があるんですよ、はい、あの離婚何回もちょっとしちゃってるもので、はい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 、ですごくあの娘が小さい頃から、うん、あの姉もあの娘に対してすごくよくしてくれてて、うん、そういった恩があるのでなんかすごくこう今更ながら、うん、こう距離を離していくことがすごく自分の中でこう、うん、なんて言うでしょうね、こう恩をあだで返すような気持ちになってしまってでもあなたも恩を返してるじゃないですか。まだでもあのちょうどその、はい、ちょっと晩婚だったので姉が、うん、その今ちょうどこれからこう、うん、可愛くなっててどんどんこう相手してってあげたい年頃の姪ができたので、うん、はい、そういった部分であの恩返ししていけたらなってすごく思っていた矢先っていうわけじゃないですけど、思っているところだったんですよね、うん、はいはい。まあでも言うてだってあなたも別に返してるじゃないですか、そのなんか変な愚痴を聞いたりなんじゃりかんじゃりっていうでもだから一方的にだから施しを受けてるわけでもないし、はい、うん、でだからそこね、お互いに持ちつ持たれつでやってきてるわけで、だからそうするとあなただけが一方的に借りを作ってるわけでもないし、うん、そうなった時に別に今で切るのは別に問題ないんじゃないかなと僕は思うんですけどね。うん、っていう、そうなんですね、うん、いやでもそれ多分ね、そのパターンの人だ、それこそじゃああとじゃあ今ここまでじゃあね、さっき書いてあった内容では20年これをやってきたわけで、はい、でそうするとじゃああと今ね40前後だとまあ人生100年時代なんで、じゃああとね50年約50年ちょい、はい、50年か60年、はい、そいつ付き合います？いや、いけます？私ちょっと性格上あの、うん、自分が我慢してでも何でもやるタイプだと思うんです、自分で感情を抑え、逆に姉と別で、うん、感情を結構抑えて、うん、溜め込むタイプなので、はい、付き合おうと思えば付き合えと言われれば付き合うんだと思います、私なので、うん、でも今プーさんからのやっぱり、うん、アドバイスとしては距離を置いた方がいいんじゃないかかなっていうとこしかないですよね。人間ってそうそう変えれないですからね。だって今20年でもうきついなってなって、でそれでまあ僕のところに相談来てくれたわけじゃないですか。はい。この20年できつかったなーっていうのをあと残り50年続けられます？結構地獄じゃないですか、シンプルに。ね、人間に私は忍耐力あるのでいけるかもしれないんですけど。いやでも
いけるいけないの問題じゃなくて、あの、いけるかどうか実際に、実際問題、それをじゃあかん、それを遂行できるかどうかの問題ではなくて、そこの、それを考えたときに、ハッピーですか、ハッピーです、じゃないですかっていう話なんですよ。そうですよね。そう考えたら、俺はアンハッピーでしかないような気がするんですよね。ね。そう。だからそう考えたときに、やっぱり、まあ、娘としても、母ちゃんにハッピーでいてほしいと思うし、で、まあ変な話、そのね、姉貴と関わって、で、それでまあちょっと気分が落ちましたってなって、じゃあそれこそね、精神的に参ってしまいましたってなった時に、一緒に生活してるご主人だって辛いだろうし。本当に、ね、本当に聞くと、もう中国のような生活を送っているので、本当に気の毒で。よく結婚生活続けてくれてるなーってすっごく感謝してます。ご主人って、あなたのご主人ですよ。私ですか？そう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 。私の方ですか？はい。よ、はい、そんなもん、そいつが選んだんだから知らないっす。そんな、あの、相手か、あの、姉の方の旦那は。あ、そうです。てめえでそいつ選んだんですから。はい。だから、それで、そう、本当にそれこそ、いや、変な話っすよ。変な話、じゃあもし、いや、これ、切らないと、変な話で、こう、かっつり切らないと、じゃあ、あなたがフェードアウトしていく最中に、じゃあ、あなたが、じゃあ、連絡取れなくなったから、娘さんに連絡行くとかっていうのもあり得るし、だろうし。ああ、まあ、そうですね。はい、うん。あるかもしれないですね。はい、で、そうなってきたら、娘さん、それで毎日、じゃあ、仕事終わって疲れて帰ってきました。そっから、じゃあ、あ、今、大学生でしたっけ？就職してるんですか？社会人ですね。あ、社会人ですか。はい、で、社会人でやってたとして、仕事疲れて帰ってきて、で、そのババアから電話かかってきて3時間4時間通話付き合わされてとかっていうのも可能性あり得るっすよ。で、それが原因で鬱になって、じゃあ仕事ができなくなっちゃったとかもあり得ますよ。じゃあもう一つだけいいですか？もう一つっていうか、ちょっと、例えばその、徐々にこうフェードアウトしていくっていう経過の中で、その、例えば、こう、めいっ子にお年玉をあげるとか、そういうような、まあ、最低限のことはちょっとこうしたいなって思うんですよ。遠ざけるにしても。で、なんか、なんて言うんでしょうね、その、姉がしてくる嫌なことっていうのが、その、愚痴とかを言ってくるっていうことではなくて、もうなんかその、何かをこう、あった時にでも、もう、それがもう、めいっ子へのしつけにもつながっちゃってたりとか。どういうことですか？例えばですね、お年玉とかお盆玉を渡しますよね。ポチ袋に入れて、どうぞって渡すと、まずお礼を言わないんですよ。あ、めいっ子が？あ、そうですね、言わなくて、で、中を見て、お札を床に置いて、遊び始めちゃうんですよね、私がいる前で。で、それ7歳でってことですか？そうですね、去年も同じことしてました。で、床にお金を置いて、ポチ袋も開けたまま遊び始めて、それを姉が見てても何も言わないんですよ。で、なので私が、お金はねってこうやって、袋に入れてお母さんに預けておこうねっていう感じでこう、言ったりとか、あとテーブルの上にあげておこうねとかって、あと貯金箱に入れておこうねって、たびたび本当そうなので、その都度こう、こっちから促したりするんですけれども、そういうことで私の中でこう、なんて言うんでしょう、こう、もやもやとしたのがこう、チクチクしていくっていうか、はいはいはい、なんかその、ごく普通のやりとりの中でも、こう、姉からの何かの口とかではなくて、その普段のやりとりとかの中でこう、発生してくるものがあって、なるほど。はい。それは結構やべえっすね。あ、結構やばいんです。俺思ってたよりも結構やばいっす、それ。なので、本当にプーさんだったらって思ったんですよね。いつも聞いてて、すごく的確なこうアドバイスとかしてくださったので、助けて、なんかいい案いただけるかなって思って。ちなみに、ご主人はその娘さんとの関係性どうなんですか？ですね、もう多分なんですけども、最初、すみません、本当ちょっと、遡った話になってしまうんですけれども、いいっすよ、旦那さんの実家に入ったんですよ、最初結婚した当初、ね、はい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 、で結局向こうの両親と馬が合わなくて、まあだろうね、アパートに、はい、出てきたっていう流れなんですけれども、はい、もう多分そのぐらいの時点、もう
実家に住まん、うん、住んでた時点からもう多分ほ、うん、放置です。あの姉に関してはあの言われるがまま。で反抗もしない。で娘さんの件に関しては？もうお任せです姉に。反抗もしない。で要は自分はなんか可愛がってる節はあるんですか？あはい可愛がってはいます。ただしつけに関しては、うん、あの全く無干渉ですね。うん、まあいやどっちもどっちだな多分。そうですね。多分その。うんあの夫婦で話し合ってとかっていうあのレベルをもう超え超越してしまってる。だから要は簡単に言うとバカとバカが出会っちゃったっていう話ですよね。ただちょっと姉がですねすごいあの、うん、その発狂し始めると、うん、その感情のコントロールが効かなくなるともうすごく発狂してしまって人の考えとかも全く聞けなくなってしまうんですよ。もう発狂状態になると、うん、多分それを繰り返してあこの人には何も言えないなってうん、多分思ったんだろうなっていう私の考えなんですけれども、はい、あのそこでいやちなみになんですけど、ちなみになんですけど、はい、すげえ突飛な話していいですか？あ、はい。最悪の場合、はい。え、いや、あなたの覚悟度合いをなんとなく知りたいんですけど、どの程度腹積もりがあるのかっていうところを聞きたいんですけど、はい。最悪の場合、その姪っ子を、はいあなたが18歳ないしは、まあ、高校卒業まで、もしくは、大学卒業まで、代わりに育てる、みたいなことは考えたりもしたことあるんですか？あ、全然、考えたことはないですけど、うん、今提案された分に関しては、うん、受け入れれると思います。例えばリアルな話で、はい。こう、まあ、どう考えても、育児の能力ないじゃないですか。そうなんですよ、はい。で、かといって、じゃあ旦那の方にあるかって言ったらないじゃないですか。はい。で、多分おそらくなんですけど、はい、ご主人の方は稼ぐ能力もあんまりないじゃないですか、多分。それがですね、仕事、はい、役職ついてる方で、ほう。大変忙しい方なんですよ。ほう。はい、なのに、え、じゃあ、家事の分担がすごくて、地獄のような生活を送ってらっしゃいます。変な話。はい。収入はいいんすか？ん？収入はいいんですか？ご主人は。そうですね。ほとんど、旦那さんのお給料だけで生活できる状況で。それが、例えば、はい、じゃあ、平均が、じゃあ、まあ、30万だとして、それよりも上なんすか下なんすか？おそらく上だと思います。ああ、なるほど。はい。だとしたら俺多分離婚進めちゃった方がいいような気がするんですけどね。いや、本当に私たち夫婦、私たち夫婦で、うん、なんかもうなんかいいぐらいの年齢になってから、うん、追い出されたりしないよねって心配してるんですよ、姉が。向こうの家族からこう追い出されるっていうか、うん、離婚を突きつけられたりとかしないようなか心配してて。なんでそれを心配してるってことですか？要は姪っ子がある程度大きくなってきたので、はい。まあお母さんの役割ってなんとなく落ち着いてきたじゃないですか。うん、お世話、身の回りのお世話とかっていう部分で、はい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 、ある程度なのでこう大きくなってたら、あまりひどいとこう追い出されたりしないかなっていうぐらいちょっと状況がひどいので。だからその追い出されて当然なわけじゃないですか、変な話、はい、だからむしろそうなった方が、はい、多分娘さんへの影響を考えた時にも間違いなく俺はそっちの方がいいと思うんですよね。はい、はい、そうなんですよね。で変な話、じゃあねえ、旦那さんがまあそれをやなんだろうお仕事忙しいのであれば、まあ、ある意味変な話、サポートしながらっていうところっていうところの方が全然可能性としては良くないですか？そうですね。なんかやっぱりちょっとその、うん、姉がですね、英才教育とかすごくひどくて、うん、やっぱり私がたまにそのメイと会うと、すごく私のこと好いてくれてて、うん、で、すごく私に会いたがってくれるんですよ。そりゃそうでしょ、お母さんがまともじゃないから。そうなんですよ。うん、なので、うん、なんて言うでしょう、先ほど、プーさんがおっしゃってた、その、距離を離していくっていうのも、なんか、うん、私、心苦しさを感じるような、ちょっとその部分もあって。そっちの方ってことですか？うーん。じゃあ、変な話、はい、
はい、姉とは切れるんですか。それも無理ってことですよね。でもね、まあ多分無理であろうなと思います。あの今もちゃんとあの職業ついてないもので、うん、自立も多分できないんだと思うんですよ。もう生活保護のヒントだけ与えて、はい、それで、あとは自活してくれっていう話にしちゃった方が早い話だと思うんですけどね。うん。まあ、そうですね。うん、そう、はい。いや、でも俺多分、俺そっちの方向の方がいいと思うんですけどね。なんか。だからもう、姉から話しさせた方がいいと思うんですけどね。俺だったらそうさせるっすね、多分。うん。俺だったらそっちの方向に話持ってくっすよ。で、もう、ねえ、それこそ姉に定期的に会おうもんならまたなんか変なこと吹き込んで終わりなんで。はい。だからもう完全に俺そこ断絶俺だったらするっすけどね。うん。じゃないと、姪っ子は可愛いんすもんね、だってね。あ、はい、すごく、そうですね、自分も娘がいたので、わかるんですけど、すごく賢い子で。うん、はいはい。自分の娘の気にならないぐらいすごく本当にできた子供で、もう何でも自分でできる子だから、手かからなくていいなってずっと思って見てたんですけど。いやー、でもそれって悲しい話ですよ、逆っすよ。あ、そうなんですか。その年で何でも自分でできるってことは、はい、裏を返せばお母さんもお父さんも何もやってくれないから自分でやるしかないっていう話なんですよ。あー、はい。だからそこって俺はそれを見た瞬間俺は悲しく思うっすけどね。ああ、そうなんですね。かえって要はお父さんもお母さんも何もしてくれねえから、だから自分で自分のことやるしかねえっていう、もうその年ですよ、すでに小学校1年生2年生の年でその状態っすよ。ってことはもう相当状況やばいっすよ、多分。俺それ今話聞く限り、俺自走入ってもおかしくない案件だと思ってるっす、それ今。だからちょっと俺笑えてないっす、さっきから。あ、本当ですか。うん、なんかそのなんて言うんでしょう、その叩くとか、うん、そういったこう具体的な、うん、虐待っていうのはないんですけども、やっぱりその叫ぶとか、うん、そういったのはもうなんか日常的にあるみたい でそれ完全虐待っすよ。そうですよね、うん、だからその内容、うん、はい、姉本人から どうしてそうなったのって聞くと、うん、内容がとても大したことないことで、うん、すごく心配に、それの聞くたびに心配になりますね、うん、はい。それ正直俺結構、僕の動画どのぐらい見てくれてるか分かんないですけど、はい、存じてます。そうですね、今までその虐待児童とかをこう保護してきたりとかっていうのがあるんですけど、はい、はい、ありますね。なのでその辺に関しては割と他の多分人よりはちょっと明るめだとは思うんですけど、うん、はい、俺の中で今判断してるのはそれほぼ虐待っすね、はい、あー、そうなんですか、はい、そうですね、そういった目線でちょっと見たことなくて、うん、あ、なんか今そう言われればそうなのかもしれないですね。そうですね。でやっぱり別にその How to って話ではないんですけど、結局やっぱりそのお年玉もらった何々してもらったっていう時に、例えばありがとうを言えない子って、それはそれでまた俺虐待だと思ってるんですよ。まあそうですね。その教育がしっかりできてないっていう、それが当たり前のことだと認識できてない時点で、はい、それって結構重めの俺虐待だと思うんですよ。はい。だから、ただ手を出してない、暴力を振るってないっていうだけの話であって、はい、他の状況を全部こう整理すると、それ虐待以外の何者でもないかなって僕は思ってるんですよね、今。ああ、そうなんですね。うん、ちなみになんですけれども、はい、こう何か例えば、姉が、うん、例えば、姪っ子を連れて実家に行ったとするじゃないですか。はい。で結局ジジババが可愛いから何か食べさせたいと思うじゃないですか、うん、はいはいはい。でなんかこう夕食作ってる最中に味見してみるとかって言って、うんうん、食べさせようとしても、うん、お母さんに聞いてからじゃないと食べれないって言うんですよ。うん、はいはい。そういうのもそういう部類に入るんですか。その許可を得ないと食べ物を食べれないって言うんですよ。わかんないですけど、多分俺でも、いや、そういう別に教育方針、例えばじゃあ変な話、ご飯があるから、ご飯がじゃあ例えば小食で、
何か完食をしてしまったり何かを食べてしまうと、ご飯のタイミングに食べれなくなっちゃうからっていうところの背景があって、そういう教育っていうのはあると思うんですよ。あ、全くその通りです。あの、うん、ご飯、あの、うん、自宅で食べるご飯が1時間以上かかるっていうのですごく姉が悩んでいて、うんうんうん、はいはいはい。でも、あの、うん、例えばですね、ミスドとかを、うん、あの、お土産で持っていくと3つとか一気に食べれる子なんですよ。うん、はいはい。なので単純に、あの、うん、ご飯が美味しくないんだろうな、食卓が楽しくないんだろうなって私は思い込んでるんですけれども。それもう完全に虐待じゃないですか。なんかあの、うん、まあ、ちょっとまた話がずれてしまうんですけども、あの、うん、大人の健康食ってあるじゃないですか、あの、鶏肉のささみの部分とか、野菜中心の部分とかって、うん、そういう食事しか出さないんですよ、姉が、はいはいはい。で、多分子供、育ち盛りの子供からすると、とても物足りない、うん、楽しみのない、あの、食卓、うん、はいはいはい。ハンバーグが出るとか、うん、スパゲッティが出る、カレーライスも出さない、うん、あの、炭水化物、あの、チャーハンとか、うん、そういったものも出さない、みたいで、うん、はいはい。で、なんかあの、とてもその1時間以上ご飯かかるんだよねっていうことを前から言ってからの、その、うん、何かあのお外でそうやって食べるときは、うん、お母さんの許可が必要だっていう流れで、うん、なってて、その多分でもそれ、その許可が必要なのはそこじゃなくないですか、多分。あの、おそらく多分さっき言ってたセミナーとかなんじゃらかんじゃらとかっていう、そういうのに傾倒してるって言ってたじゃないですか。だそういうところでなんか、電化のセミナーとか出てるんですよ、うん、はいはいはい。だ多分そういうことで、多分何が、あの、外で食べるものに何が入ってるかわからないからっていうことじゃないですか、多分。外で許可制っていうのは。はい、だから多分教育としての動向っていうよりも、自分のその、なんだ、やりたいことに対する、その、ね、自分がじゃあ許可してないこれはダメだと思ってる添加物が入ってるかもしれないとか、そういうことっすよね。だから多分おそらくそれ虐待っすよ、多分。うん。っていうか多分おそらくなんですけど、それあの一回めいっ子と腹割って話した方がいいっすよ、多分一対一で。なんかめいっ子はなんかめいっ子とこう預けられることあるっすよね、多分ね。そうですね、あの夏休みに入ったらお泊まりに来させようかなって考えてたんですよ、うん、何日か。あのその時に、はい、あの全部録音して、はい、であとなんかちょっとやべえポイント多分後でノートかその録音聞きながら書き出してちょっと整理した方がいいですね、はい、多分おそらくじゃあ なんかお家で今不満に思ってることとかなんか辛いこととかなんじゃかんじゃっていうそういう話ってしたことあります？うん、前聞いたときは、言わなかったんですよ。うん。その言わなかったっていうのは、言ったら後で大変なことになると思うから、はい、だから言えないっていう言わなかったなのか、それとも特にないって思ってるのか、どっちですだと思います？ですね、その時は単純に難しいことあんまり聞いてもあれかなと思って、うん、お母さんのこと好きって聞いたんですよ。うん。そしたら、うん。なんかあのちょっと間開けて好きだよっていう感じで、であのお父さんはって聞いたら好きだよっていうふうな即答、ちょっとその間合いでちょっと判断したんですけど、うん、あ言わないんだって、正直に言わないんだなこの子って思って、うん、それ以上質問はやめたんですよ、その時は。小一でそれきつくないですか、マジ。結構思ってるよりもだいぶ深刻っすよそれ。ああそうなんですね。うん、それだいぶ深刻っすね、多分。だからだって小1っすよ、はい、小1でこれをはっきり言ったらあの好きか嫌いかをはっきり言ってしまったらこれ後でなんか大変なことになるなっていう思いを巡らしての間だと思うんですよ。だからお母さんには内緒でっていうところで、お母さんには絶対言わないし、お父さんにも絶対言わないしっていうところで、ちょっと腹割って話すみたいな機会作った方がいいですね、多分。ああ、そうですね。じゃあちょっと、今度っていうか、近々、あの、夏休みで、お泊まり来た時にちょっと試みてみます。うん、そうですね。で、結局、姉がどうじゃこうじゃよりも、めいっ子の方が、はい。要は、姉はてめえの罪だからいいんすけど、姪っ子は罪ないじゃないですか。
だから俺、めいっ子の方をちょっと最優先で考えてあげてほしいなって俺は思うんですけどね。そうですよね。なんかあの、本当に、うちの両親も言ってたんですけど、最近笑わなくなったよねっていう話して。いや、それ超やばいじゃん。そうなんですよ。あの、姉と一緒にいるとき、本当に表情が硬くて、あの、ここ半年前ぐらいからなんか笑わなくなったよねって話してたんですよ。いや、それもう、ほぼ虐待っすよ。いや、ほどいてよかったっす、今。通話にしてよかったっす。これ多分通話してなかったら姉ちゃんの、姉ちゃんと関係切る切らないっていう話で終わってたっす、多分。これもう虐待入ってるっすよ、多分。ああ、そうですよね。あ、でも、あの、それって、例えばですよ。うん、また姉から、こういうことがあって、今日こんな風に怒鳴ったんだよねって、もし私が、話聞いたとするじゃないですか、はい、姉本人から、うん、思い切ってそれって虐待じゃないのって言ってみた方がいいんでしょうか。いや、多分それ発狂して終わりでしょ、多分あなたのお家で。あ、そうですかね。はい、想像できるじゃん。だからそれをあの逆にそれを聞くたびに、全部何月何日っていうので、そういういつ頃の話でっていうところ、何月何日に聞いた話で、それがいつ頃の話でっていうので、で内容とかなんじゃかんじゃっていうのをなんか書き留めといた方がいいっすよ、それ多分。ああ、そうなんですね。いや、悪いっすけどそれ多分マジで、とっくに自訴案件っすよ、と本来。なんか、そうですね、すみません、私もすごく無知で、なんか、きちんとご飯とか、うん、あの、教育とか、受けて、うん、まあ、受けてるのは見てたので、うん、で、まあ、あの、体調を崩すこともなく、まあ、叩かれたりとかするのも聞いてなかったので、てっきり、ちょっとそこは見落としてました。完全にそれ、精神的な虐待じゃないですか。まあ、そうですよね。まあ、おそらくネグレクトとモラハラっすかね。結構、いや、で、体調もそう。体調も自分でそれを気づかないふりをしてる可能性はあるっすよ。ていうか、多分本当にこのまま行ったら、多分このままそのままほっといたら、多分その小学校の高学年になった時、多分生理来ないっすよ。あー、いや、あの、ていうか、その前に多分不登校とかになるかもしれないっすよ。そうですよね。なんかあの私の父親がこのまんまだと積み木崩しになるって、もうずっと前から喋ってて、うん、わかりませんよね、積み木崩し。ああ、まあ、わかりますよ、大体想像つきます。ああ、わかりますか。はい、あの、はい、あの、映画っていうか、ドラマであったの。うん、まあ。ああ、ドラマの話っすか。あ、それはわかんないっす。ああ、そうなんです。ああ、すみません。それなんですか。はい。あの、うん、優等生だった子が、あの、不良になって、こう、家で死んだすったりするあのドラマなんですけども、もう、大昔のやつなんですけども。ああ、でも、そこじゃないっすよ、多分。それだったらまだいい方っすよ、逆に。まあ、そうですね。グレる方がまだいいですよね、それだったら。グレる。そうですね。てか、早めに対応しないと、多分、おそらくなんですけど、これ真面目な話、早めにこれ対応して、母親と話さないと、はい、多分、おそらく、うつ病になって、多分何にもできない子になっちゃうっすよ。結構、思ってるより深刻っすよ。多分あなたが思ってるより。今俺笑えないっすもん、普通に。そうです。あの、はい。あの、実は、はい、非常に言いにくいんですけれども、はい。なんか、私も姉も、うん、多分今で言う、はい。あの、虐待、多分虐待に当たるような、あの、幼少期を育ってきてるんですよ。それは今のお父さんお母さんからですか？そうですね、はい、はい。父親から暴力は日常的にあったので。はあ。はい。で、本当にだから、父親がそのまんま、父親がやってるようなことやってるなって私思ってたんですよ。
姉が、はい、暴力を振るわないだけで、振るわないだけで、うん、はい、でなのでちょっと私もそういうふうなこう暴力を振るわれて普通だとか思って、こう別に私それでこう なんかなったわけではないので、なんかそれが普通なのかなって途中まで社会に出るまで思っていたので、うん、このことの重要さっていうのにちょっと気づくのが鈍感だったかもしれないです。はい、うん、でもなんかなんだろう、今自分で自分も虐待されていてっていうところで認識はしてるわけじゃないですか。で、そうですね、はい、でそれが姉も同じようなことをしていてってなってきたら、さらじゃあ虐待してるって認識してるじゃないですか。っていう、なんていうんですかね、ちょっとあでも、虐待、叩かれるだけが虐待かなっていう、ちょっと私の中で私のこう心に残っている肉体の痛みだけがやっぱり強く残ってるもので、うーん、でそれはあなたの孫にはそれはされなかったんですか。あ、実は、あなたの孫じゃなくてそいつらの孫とす、だからあなたの娘にはされなかったんですか、そういうのは。軽くされました。暴力はないですけれども、モラ、うん、まあ、先ほどプサがおっしゃってた部類でいうモラハラ、うん、の部分はありました。私がちょっとこう離婚して実家に戻った際に、娘を連れて戻った際に、じゃあ娘はおじいちゃんおばあちゃん嫌いってことですね。大好きで、そういうちょっと私の娘がですね鈍感で、そういうふうなこう意地悪をされていることを気がつかないんですよ。気がつかなくて、まあ、はい、まあじゃあそれはいいとして、じゃあ、はい、大丈夫です、はい、多分俺今このまま行ったらその6歳か7歳の子多分マジで不登校に近い将来になるっすよ多分。わかりました。早めに対応しないと多分やばいっすねそれ。はい、結構思ってるよりだいぶ深刻っすよ多分。あなたが思ってる多分100倍以上深刻です。こう例えばですね、はい、私がこうそのさっきおっしゃっていただいたみたいにこう、うん、いろいろなこう話を聞いたりしてメモをしたりとか、はい、あと姪っ子から本人から話を聞いて、うん、それも記録に残したりとかっていうのは、うん、まあ、できたらするしていこうと思う、今アドバイスいただいたので、うん、はい、そうしていこうかなって思ってるんですけども、はい、なんか姉は姉で今なんかまた違うことをやり始めて、そのそういうのも阻止できないかなってすごく思ってて、違うのってなんですか。ですね、はい、自分がその娘に八つ当たりしてしまうのは、はい、自分が悪いのは分かっているんだけれども、うん、自分はもう年を取ってなかなか人間性を自分で変えれないから娘を変えようって思って、そういうふうなセミナーに今参加し始めてるんですよ。娘連れて。はい、そうです。超やばくない。そうなんです、娘を先に変えようって思ってるみたいです。なんか脳科学の教育みたいなのを。娘をどう変えようとしてるんですか。わからないです。なんかその内容がわからないんですよ、そのセミナーの。もうめちゃめちゃ虐待じゃないですか。なんかちょっとその私は最初さらっとそれを聞いて、ていうかそのそれって いつ知ったんですか、その話。本当ですね、はい、ここ1ヶ月前ぐらいに1回目のセミナーを受講。ていうかそのまずその思考回路がやばくないですか。自分はもうこのまま変わる気がないから娘の方を変えようって行かれてないですか。そうです、はい、そうなんですよ。そのどうして娘を変えなきゃいけないのかなって私思って、自分の旦那に相談したんですけど、こういうことなんかあるみたいなんだけどって。でご主人は何つってたんですか。もうなんかもう聞き飽きて、ちょっともう姉のこと聞き飽きてしまってて、あまりもなんかあまりこういやまあそりゃそうでしょう。だからそれでもうご主人だって参るでしょう。あ、参ってますね、はい。ちょっともうあんまりもう姉の話聞きたくないなみたいな感じで、もうだって、うん、そういう人じゃんみたいな感じで、そうですね、その娘を変えよう、自分に、だからその自分に合わせようっていう考えになって、そのセミナーを受けてるっていうのが、
いや、もうだからもう僕が言えることはもうとにかく一刻も早く娘さんを助け出してあげてくださいっていうことだけですね。わかりました。で、それについて今後その動きをするんであって、なんか必要な情報があればまた来ていただければ僕はそこでいくらでも情報出せるんで。わかりました。だから直近ではまずその、うん、ご本人からちょっとこう事情を聞いてみたりとかっていうところからでいいですかね。で、結局僕思うのははい、マジでう結構一刻を争うレベルの話ですよっていう。そんなに悠長にしてる場合じゃなくないっすかっていうレベルの状態っすよ、今。あー、そうなんですね。正直俺だったら、この子供本人から俺のところに相談が来ていたら、はい。即座に、これ保護できるかどうかっていう確認をするレベルです。はい、っていうところですね。はい。うん、なのでまたちょっとそれでそっちの方向に動き出したら、いくらでもアドバイスはできるんで。わかりました。はい、そこがポイントっすかね、多分。はい、じゃあちょっと、今アドバイスいただいた流れで、はい、ちょっと私もできるだけ動くように努めてみます。そうですね。だからだからごめんなさい、そこの辺も、多分ご自分で確認した方がいいですよ。さっき僕が確認したのと、あなたの今の最後の話が、食い違ってるところっていうのが、はい、最悪あなたはその姪っ子さんを保護というか、あなたの家で育てることができますかっていう話を聞いた時に、そのつもりはありますっていう話で、はい、おっしゃってたんですけど、はい、今のお話だと、はい、まあできる限りみたいなところでおっしゃってるんで、だからそういうことではないです。でだからそこもご自分の中で、はい、ご自分と今度はこれご自分だけじゃなくて、これリアルに今度もう考えなきゃいけないんで、ご自分とご主人もちゃんとそこで二人の話で、あなた一人の考えだけではそれどうしようもないじゃないですか。だってご主人と今暮らしてらっしゃるんで。確かにそうですね。はい、だからそういう意味でご主人とマジでリアルにその話した方がいいっすよ。で、自分自身が、自分のご家庭で、めいっ子を、本当に18歳まで、もしくはないしは22歳まで、学費なりなんなりっていうところを、工面したりできるかどうかっていうところの、話をマジでリアルでした方がいいっすよ。で、それができないんだったら、中途半端に介入すると、逆にめんどくさいことになるっす。めいっ子にとってみれば、ありがた迷惑になるっす。だからそこはマジで中途半端にやらないことです。であれば、もしも仮にですね、はい、できない、できるとかできないっていう、その結論があると思うんですけれども、はい、できないってなった場合は、はい、その、別の方法っていうのは、その自走とかそういったところになるってことですね。そういうことです。はい。はい、わかりました。っていう。で、はい、自走の通報はあなたがしてあげた方がいいと思います。あ、わかりました。はい。っていうことですかね。だからそこの本当に今後もしそうなった時にどうするかを本当にリアルに考えた方がいいです。あ、そうですね。はい、わかりました。まず一番はそっちですね。そうですね。はい、姪っ子にどうこうヒアリングする前に。あ、はい、はい、わかりました。主人への確認ってことですよね。とご自身との対話ですね。はい。はい、っていうことです。はい。ということでございました。すみません。いいえ。長くなりました。申し訳ありませんでした。いいえ、大丈夫です。大変助かりました。はい。ということでした。はい、ありがとうございます。また何かありましたらよろしくお願いします。はい、了解です。はい。はい。失礼します。失礼します。はい。まあ、ということっすかね。いや、もう、俺の中では完全に虐待だと認識してるけどね。その自分がもう治らないから、だから子供の方を自分に合わせるように変えるっていう、その考え方がもう完全なる俺は虐待だと思うんで、はい、やばい以外の何者でもないですね。いやー、本当にその子がどうかね、なんとかなってこう助かってほしいけどねって俺は思うけど。
いや、これスーパーやばいね。いや、てか通話にしてよかった。多分通話にしてなかったら多分ここまで惚れてなかったと思う。多分単純に姉貴がクソでっていう話で終わってたと思う。多分、うん、通話にしてよかった、うん。でもなんか、なんだろうね。よくわかんないな。まあちょっと、言葉は重ねないとくわ。まあ、とりあえず、よくわかんないっていう。はい。ことかな。なんでだらけだな。まあいろいろ今聞かなかったけど、俺の中では結構なんでだらけだな。